始まりました。始まった。あ、マイクももう。うん。ユーストの方が流れてる。はっはー、はっはー。はっはー。あれ？こっちは聞こえないもん。あ、こっちはまだ聞こえない。こっちはラジオの変動なんで。あー、なるほど。あ、今ユーストだけ。ユーストだけ。ユーストの皆さん。皆さん。こんにちは。今日は僕とチョンタさんだけですね。イエーイ。イエー。今日は2人で ねえねえ聞いて聞いてよ。本当に観光の話します。これあと1分ぐらいか。まだ観光を始めてないから、そもそもまず予習しようか。本当にそれですよね。日本帝国海軍を勉強しよう。やばい、ガチ勉強のタイム、ガチ勉強の時間始まるそれ。でも画像見てるんですけど、やばいな、やばいやばい、ちょっとはまっちゃう。はまるはまる。読めねえ。今いい潜水艦欲しいんだけどさ。潜水艦？うん。潜水艦、潜水艦どれだろう。え、潜水艦誰ちゃんですか？潜水艦。丸湯とか E の58とか、ローの500とか。あー、これか。丸湯。特殊潜航艇あるのかな。え、特殊潜航艇どうなんですかね。 やばい。スクミズじゃないですか。丸湯。スクミズじゃないですか、丸湯。そうそうそう、スクミズ、スクミズだからなのかな、これ何なのかよくわからんが、多分白いスクミズ。ダメージ1がね、またエロいんだ。あー、やっぱペラペラ紙装甲ですか。そうそうそう。いや、これはこれはハマっちゃう。あの世のオタクどもがカンコレにハマる理由が分かりますね、これを見てると。陣痛がいいんだけどさ。陣痛、うん、え、陣痛なんですかっていう軽巡洋艦がいい。軽巡洋艦。軽巡洋艦。軽巡洋艦、これか。の、なんですか。陣痛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 。あ、これか。好きかな。あ、すごい。ちょっとあの、大和なでしこ感ある。そうそうそう。え、でもなんか性能がもうよくわからない。回避が69、これは強いんですか。いや、そうでもない。うん、後半になってくると使えない。はい、ああ、なるほど。中盤のお供って感じですか。うん、ただミッションがあって、はいはい。それでは使わないといけないわけさ。ああ、なるほど。あ、そのミッションに必要だからってことですか。そうそうそう。はははは。でもなんかもう完全に性能じゃなくて女の子を集めに行くような感じのゲーム。そう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 。やっと今230出てるんだけど。230、ああ、全体ですか。うん、感染が230出てるんだけど、はい、今102持ってるわけさ。え、まだ半分も揃ってないわけよ。ああ、今102です、うん、集めた。ああ、なるほど。始まるよ。はいはい。うんうん。お。はい。マイク入れまーす。はい。はい、始まりました。ねえねえ聞いて聞いて。イエーイ。今日のパーソナリティはチョンタとリースケです。二人です。今日はこの二人でカンコレの話題をお届けいたします。カンコレ、カンコレ、イエーイ、イエーイ。じゃあまずは地味にメアド読んでもらうか、紹介してもらうか。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。
メールアドレスが fm792@nirai.jp fm-nirai.jp までお願いします。はい、よろしくです。お願いします。選手入っていきましょう。イエーイ。よかった、今日一人かなと思った。いや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 、もうちょんたさんも前前々回ぐらいお一人でしたからね。さすがに今日お一人にするのはかわいそうかなと思って。やったやった、みんな来てくれ。本当だよ。みんな待ってるぜ。本当に。さて、今日はカンコレのお話をしましょうかね。その前にさ、はい、雨降ってた。やばいです、やばいです。雨降った、もう本当にひどい、前が見えないレベルで、うん、僕あの高速でいつも来てるんですけど、ちょっとギリギリまで風呂入ったりしてるんで。あ、そうなんだ。やばいです、本当に前が見えないレベルなのに、ま、もう周りがガンガン飛ばしてくるんですよ、うんうん、恐怖でしかない。途中まで全然晴れてて、うん、もうあ、よいよいよいと思っていたんですけど、うんうん、もう沖縄市入ったどうですかね、沖縄南にもう近づいてきたらもう前見えないんですよ。え、そんなに。やばいですよ。でもここに来たらもうなんかだんだん晴れてっちゃって、うんうん、一瞬だけもうとんでもない雨でしたね。でもまあ今はもう晴れてるんじゃないですかね。まあ夜涼しくなるのはいいことだ。あ、本当に本当にもう梅雨明けしてから一滴も雨降ってなかったのに、これでやっとね、やっと晴れ、やっとちょっと涼しくなりましたね。涼しくなるのはいいんだけど、家帰ったらさ、はい、家の方が暑いんだよ。中が。なんですか、家の中が暑いって。うち2階建てなんだけど、はい、上は妹が住んでて、はいはいはい、で自分は1階なんだけどさ、はい、なんか分からんけど上の熱こもってんのかな。え、暑いんで、昨日なんか夜帰ってきた時に部屋が暑くてさ。クーラーつけてますか。クーラーつけた。クーラーはつけっぱがいいらしいですよ。ああ、そう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 、つけっぱでもそんなないですか。うん、それはちょっとやばくないですか。これやばいやばい。え、クーラー何度ぐらいにしてます。ね、24度とか。あ、それで暑いって、なん壊れてません。いや、壊れてないんだけど、聞いてはいるんだよ。あ、でも暑いから扇風機もかけるんだけどさ。夏の音も。そう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 、やばいな、24度で扇風機回してやっとって。そう、なんかクーラー、まあ分からないけど、クーラーが悪いんじゃなくて、はいはい、部屋がそもそも暑いっていうのが。ああ、それはもう仕方ない。それはもうどうしようもないやつ。そう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 。マイナス。ということで、沖縄は、あ、そうだそうだ、昨日ビーチパーティーだった会社の。お疲れ様です。名古屋。いいな。いいよ。だからうちらもやろうね。いや、本当にやりましょう。8月でしたっけ。8月28日。リスナーの皆さん来たかったら全然メールしてくださいね。やるよ。やるかな。8月28日日曜日なんだけど、はい、番組をお休みしようと思って、歌収録かどっちかにしようかなと思って今考えてる。収録ですね。収録やりたいよね。そう、収録やりたいですね。いや、なんか毎回毎回やることって結構大事、うん、収録しましょう。収録、ビーチパーティーか。いや、なかなか今日ちょっとさ赤いんですね。そう、日焼けでないか。日焼け、日焼け。顔めっちゃ真っ赤っかですよ。見える見える、見てる。あ、まあまあまあ、分かりづらいか。分かりづらいけど。え、めっちゃ顔真っ赤ですよ。暑いんだよ、だから。それ、ちょんたさん、部屋が暑いんじゃなくて、ちょんたさんが熱持ってるんじゃないですか。そういうこと。それありますよ。確かにそれはあるな。ビーチパーティー、あ、でもやばいですよ。本当に沖縄の日差しは、僕もビーチパーティー、中学校の頃剣道部だったんですけど、それでビーチパーティーに行ったんですよ、うん、それ終わった後がこことか水ぶくれになってもう肌ボロボロ、うん、それはもう日焼けじゃないね、やけどだね。沖縄の日差しはもうえげつないから、もう舐めちゃダメですよあれは。確かに。でも陰にいたんだよ。これで陰にいたんですか。陰にいて、それはちょっと。朝11時から飲んでた。うわー、出た。11時から何時飲んでたかな。夜中、飲んだくれて2時。は、朝からですか。朝から飲んでて夜まで、うん、あ、バーベキューは終わって二次会で飲みに行ったって話ね。 あ、そういうこと、びっくりした。ずっと朝から晩までよ
海で飲みまくってたのかと思った。でもさ、他の会社の飲み会じゃない、バーベキュー行くと、はい、もう夜までだわけよ。朝から夜まで。しんど。もうゆっくりゆっくり飲みながら。ああ。一日中かけて飲むの、まあ多分楽しそうですね。一日中かけて飲み食いするのは。テント持ってって泊まるかっていう考えもあるんだけどさ。あ、いいのかな。ああ。ダメなの。微妙ですね。微妙ですね。うん。でまあまあ乗りに乗っちゃったらまあそんな感じになりますね。うん。いいな。次の日ゆっくり帰るみたいな。いやでも日曜日、あーそっか、振り返るならまあ嬉しいですけど、次の日仕事とかあったら死んじゃいますからね。あーだから休み取る、休み大事大事。もう本当にバーベキューか。昨日もそっか、僕も焼肉行ってきたんですよ。あ、いいね。やばいですね。もうそれでも油が苦手で。油が苦手。何食べたの？あのトントロとか食べたんですけど。あ、トントロはやばいよ。あれは2つ3つでいいぐらい。やばい。だからマグロの大トロあるじゃない。あ、もうあれも一貫でいいぐらい。やっぱそうなんですよね。うん、あのなんか中トロ大トロってなんかすごい高級って言われるじゃないですか。高級っていうの、なんていうの、食べきれない一杯は。あ、もう本当にそれなんか別に大トロ食べるなら赤身でいいかなみたいな。あまり良さが分からないんですよね。美味しいではあるんだけどね。まあまあまあ、そうですね。でも本当にちょっとさ、言うとなんか あんまり食べれないっていう。そうもったいない。なんかムカッとくるんだよね。あ、本当に きついってで、食べ過ぎたらまあトイレに行こうみたいな。そう大人になるとなんかすごい脂身が美味しく感じるみたいな話すごい聞くんですけどね。そうかな。あ、そうでもないです。あの適量食べてるからじゃない。あ、適量。あ、美味しいっていうのはちょっと。そうそう、ちょっとずつ。あ、なんかいっぱい食べる美味しさってわけじゃないんですね。じゃなくて。ああ、なるほど。なんかその油の良さが分かるみたいな。そう。あ、そういう感じか。いっぱい食べるんじゃなくて、あ、少量をなんていうの、いろいろ食べるっていう。なんかちょっとずつ美味しいのを食べちゃうみたいな。そう。あ、そういう楽しみ方か。でもね、美味しいの食べてないとね、美味しくないの分からないから。本当にで両方食べたの食べとかないと分かんないわけさ。なるほど。まずいのも食べとかないと。まずいのは本当にまずいですからね。もうこれ同じ肉なはずなのに、なんかそう心の店と、あるある、そうそう、いろんなところで違うし、またバーベキューしても味全然違いますからね。違う。なんですかね、あのなんかみんなで食べたら美味しい説。開放感があるからじゃない。あ、そのせいですかね。外で食べるっていう。ああ、もうまたバーベキューか。そう、あのアメリカ、うんうん、アメリカンサイズみたいなバカでかい肉が食べたいですね、やるんだったら。あ、え、ダメですか。え、いいよ。ああいうのが食べたいんですよ、僕。いや、バーベキューで、うん、なんか一枚一枚薄い肉よく焼くじゃないですか、うん、あんなんじゃなくて結構ガタイ赤身みたいな。ブロックごと。そう。あれ食べたいです。食べたいな。最高に。あれ、なんですか、28のバーベキューは、僕たちで、なんか、どういう感じにするんですか、肉は。僕たちで調達です。そのビーチで全部予約しようかなと思って。ああ、ブロック。ブロックに期待しよう。ブロックはなかったな。ないかー。ないかー。なんか強烈に肉が食べたい。なんかわかる。わかります。うん。なんでですかね。強烈になんか最近肉が食べたい。美味しいお肉屋さんに行きたいですね。ね、みんなでステーキ食べに行こう。あ、いいですね。ステーキ屋さん行きたい。ステーキ屋さん行きたいですね。ステーキ屋さんか、行ったことないな。どういうところがあるかな。あの、何でしたっけ、あのよくテレビでやってるパフォーマンスするステーキ屋さん。式とか。ああ、そう。ああいうのとかも行ってみたいですね。式とかサムズとか。うん。という行くよりも。はい。多分肉食べたいんだったら。そう、がっつり肉を。がっつり食べたいんだったらそこは行かない方がいいかもしれない。あ、そうなんですか。量少ないような気がする。ああ。
どこがいいのかな。そう、なんか今までステーキ屋さんらしいステーキ屋さんをあまり巡ってこなかったので。ハンズとか。どこですか。ハンズ。ハンズってわかんない。わかんないですね。ステーキハウス沖縄にあります。あるある。ああ、ハンズか。ライカムになんか、ね、結構ねボリュームがいっぱいあるステーキ屋さんがあるんだよ。あ、グラム売りのとこですか。かな。そこ行ってみたいんですよ。そこ気になってます。行くか。行きますか。いやでもちょっとあそこ、あでも、えでもお腹すかして、はい、夜、あ夜、あ夜いいな、このラジオの後とかさ。あいいですね、いいですね。ちょっと企画してよ。企画しますか。じゃあちょっと僕企画するんで皆さんに声かけとくんで。よしよしよし。肉か、美味しい肉。おお、88とか。あ、88も美味しいよ。あっちも、そう、あっちはたまに両親がたまにお土産って言って持ってくるんですけど、うん、あんまりお店に自体に行ったことない。お店で食べた方が美味しいかもしれないな。うん、持ち帰りするよりは。いやもう本当にそれですよね。うん、何物も出来たてがうまいというのは変えられない。ちなみに、はい、あの 焼き方は、そう、それなんですよ。それなんですよ。全く本当に行ったことがないので、あじゃあ美味しい感じにお任せしますっていつも言ってるんですよ。そう、かっこよくレアでとかミディアムでとかウェルダンでとか、うん、分かんないんですよ。あれ何が何なんですか。あレアはやっぱりそのままレア、レア血が滴る中まで焼けてない状態、ほぼほぼ赤身、うん、あレアと何がある。ウェルダン、うん、ウェルダンも強く焼く、あもう結構ガッツリ焼いちゃうウェルダン、うん、あと何かありましたっけ。ミディアム、ミディアムがその中間、ああちょうどいい感じに、うん、ああはあはあ、あじゃあミディアムでいいかな。これはいつもレアで、レアなんですけどほぼ生肉なんですよね。おいしいおいしい、茶の血が、ええー、分からん分からん、おいしいんだよ。えちょっと血が滴ってる状態なんですよね。そうそうそう、ええー、怖い怖い怖い。じゃあ企画していってみようか。いきますか。肉屋さん、あ美味しいお肉屋さんか。がっつりのものは食べたことないな。ライカム行こう。ライカム、俺ライカムまで行ったことないんだよ。あじゃあ行きますか。本当に、あじゃあ比較するんで行きましょう、うん、ライカム、ライカム、そうだ。リスナーさんも美味しいお肉屋さん教えてください。はい、よろしく。ってことでここで1曲おかけます。はいはい、スーパーセルでヒーローかけますね。お願いします。オッケーオッケー、はい、うん、ユーストは入ってるよ。あーはははあーいい曲。これスーパーセルめっちゃ好きなんですよね。そう、スーパーセル、あとスーパーセルとエゴイスト好きなんですよ。いいですね、これ。いいもよね。これももう柳柳名義、柳凪の名義でしたっけ。あ、まずスーパーセルか分かんない、多分いい、ね、そうじゃないかな。ヒーローいい曲。これアニメの主題歌じゃなかったっけ。あ、そうでしたっけ。あちょっと分かんないですけど、でもなんかそんな気はしますね。すごいアニソン感は、アニソン感っていうか使われそうな気はする。なんかのじゃなかったかな。最近のスーパーセルのボーカルが変わってシェリーって子になって、あ違うか、エゴ、あれエゴイスだったから、スーパーセルか。どっちもあるの。もうあのボーカルが変わってってるんですよ今。3代目ぐらいです今。あそうなんだ。はい、初代が柳凪で次に小枝がいて、うーん、じゃエゴイストだったかな。スーパーセルのボーカルもどうなってるんだろう。スーパーセル、どうなんだろう。確かどっちがどっちだったかな。あそうだ、スーパーセルは2011年まで柳凪さんが歌ってて、うん、その次に小枝さんって方が歌ってるんですよ。その次にどうなってるんだろうな。
メンバー良いなぁ。流れてるのかな。じゃあこれ開けたらカンコレの話するか。カンコレの話しますか。カンコレカンコレカンコレ予習してこい今のうちに。ちょっとスーパーセルも話したいですね。ちょっとだけ。ないよ。大丈夫大丈夫。エゴイスト。これに関連したらもうエゴイストの話もしなきゃって。それはそうでしょ。それはそうでしょ。めっちゃ最近の曲がすごいかっこいいんですよね。なんだかんだ言って、はい、話し続いてるの。あ、そうですね、意外といける。本当にこのセンスが羨ましいな、曲線。ユーストでは音楽流れてないんで。あ、そうなんですか。失礼しました。流していけないわけさ。もったいないな。もったいないもったいない。スーパーセル。スーパーセル、この曲すごい聴いてほしいですね。このヒーローもなんかもう歌詞もすごい前向きですごい明るくて元気づけられる曲なんですよね。うん、いい曲。声がよし、マイケル。はいはい。今お聴きいただいた曲はスーパーセルでヒーローでした。した。いや、いい曲ですね。元気づけられる。ね、いいね。心が元気になっちゃう。これ病んでるの？いや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 、違う、病んでないで、病んでない。ちょっと落ち込んだ時にこの曲が来て、あ、また頑張ろうっていう気になれる曲なんですよね。なるほどね。本当にこのスーパーセールの2代目のボーカルですね、柳凪さんの曲ですね。これ最初の頃はあのボーカロイドの初音ミクっていう、そうですね、あの人間じゃない機械の合成ソフトでやってたんですけど、その時はまだニコニコ動画で活躍してたのが、柳凪さんをボーカルに迎えてスーパーセルっていうユニットとして夜出して、もう素晴らしい。何年前？ 4年前か。2009に出してます。2009だから。あ、結構7年ぐらいになるんだ。そうですね、2011年までは確か柳凪さんが歌ってたんですよ。もうたまらん。でその後に声だって人に変わってるんですけど、もうなんかすごいガラッと変わったんですよ。柳凪さんはもうなんか今聞いたみたいに、まあまああのなんですキレ系なんですけど、小枝さんはもうなんかロックな感じの、ロック系な感じの声ですね。もう曲も全然ガラッと変わってびっくりしたんですけど、最初もう本当にこういうピアノもがっつり入れちゃうみたいな感じだったのが、小枝さんに変わってからは結構ハードロックとは言わないですけど、結構ギターでガンガン鳴らすような感じのバンドになってて、全然違うね。全然違うんですよね。そう、ボーカルによっても曲もガンガン変わっちゃう、あのスーパーセル、
コンポーザーと作曲家でりょうさんって方がいるんですけど、うん、ちょっと才能のマルチさに憧れますね、本当に羨ましい。でそのりょうさんもなんかもうスーパーセルとはまた別に同じようなアニメの中のユニットとして生まれたエゴイスト、あ、はいはい、分かるんですか、あれエゴイストっていうアニメの中のユニットも、まあ、現実に曲を出してそのまま続けてるんですけど、うん、もうそれもすごい、またスーパーセル語るにはエゴイストも話しとかないとな。そうだ、もうこの2つはもうスーパーセル話したらエゴイストの話もしなきゃっていう大事な部分。確かエゴイストはボーカルがシェリーさんだったかな、うん、って感じなんですけど、もうたまらん、あの柳柳さんが綺麗なお姉さん系の声で、うん、小枝さんがもうロックな感じなんですけど、でもう一つのエゴイストの方はちょっとダークなダウナーな感じの、なんか暗いよね。そう、暗いんですよね、暗い、なんかなっていうんですかね、どちらかって言ったらダークな感じも、うん、エゴイストも何でしたっけ、サイコパス、うん、から生まれた、確かサイコパスから生まれたユニットだったので、もうその世界観引き継いでるんですかね、もうその世界観を引きでちょっと暗めの曲多いんですけど、うん、これまたかっこいいんですよ、かっこいい、うん、たまらん。代表曲が何ですかね、フォーリンとかになるんですかね、あとは名前のない怪物とか、あ、もう一番有名な、何ですかね、一番有名なのは多分名前のない怪物かな、多分アニメ好きだったら一度は多分聞いたことはあると思う。今日帰って聞こう、聞いてください。いや聞いてください、え、ちょっとさん聞いてくださいよ、もう聞いてる聞いてる、あ、聞いてます、持ってる持ってる、だからもう一回行くか、うん、まだ流れてない、あ、まだ流れてないか。いや、あの曲は本当にかっこいい、エゴイストはもう本当にかっこいいです。スーパーゼロはいいよね、いいですね、本当にたまらない。でもなんか最近、うん、最近またボーカルオーディションをしてるみたいで、うん、4代目か、4代目のボーカルが、そう、初音ミク、柳凪さん、小枝さんで、今新しいボーカルをまたオーディションしてるみたいで、ちょっと楽しみですね。いつ決まるのかな、あれすごい楽しみだな。また決まったら何なんだろうな。そうなんですよ、どういうまたバンドに変わっていくのか、変わっていくんだろうな、どうなんですかね。そう、今どうなるのかすごい分かんないですよ。もう綺麗系な、綺麗でお姉さん系な声の柳凪さんで、うん、ロックな感じの小枝さんで、なんかダウナーでダークな感じのエゴイストの方でやってるチェリーさん、うん、次のボーカルはどんな感じなのか楽しみです。次のボーカルはディスケで、いや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 、もうやれるもんなやりてよ、やれるもんなやりたいよ、歌えないもんな、そうそうそう、俺も歌えないしやりてい、まあ、僕はギター弾いてる方が楽しいのでボーカルは他の方にお任せですね。でもバンド組みたいんだよ。え？バンド。バンドですか？やればいいじゃないですか。ピアノ早く覚えましょう。ピアノは置いとく。え？何なんかやるんですか？ボイパ。あ、ボイパ。ボイパか。ボイパユニットいいですね。でやりたいなーって。ああ、なるほど。でも楽器あるよりちょっとメンバー集まらなそうな気はする。集まらない。結構レアですよね、ボイパでやる人。あれですか、あの、ハモネブみたいな感じですか。そうそう。あ、面白そう。っていうのをやりたいんだけどさ。うん。楽器やるよりあれ難しいですよ。やっぱり。ハモリ難しいです。難しいか。諦めようかな。いや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 、前。全然今もうネットがあるんで、もう全然世界でというか、多分発信し、こういうのやりたいですみたいなのあげたら結構見つかるんじゃないですかね。見つからなかった。あ、やったやった。やったんすか。やった。レアだな、やっぱり。難しいか、ボイパ楽器やるより難しいですよね、やっぱり。で、声で集めるって言ったら、で、なんかお腹すかない、お、いっちゃいます、今日の一品、はい、じゃん、お、これでーす、イエーイ、なにこれ、ベビースターですか、グデ玉、グデ玉、お、ありがとうございます。あ、グデ、あ、グデ玉やんけ、そう、目についたから買ってきてでしょありがとうございます。ちょっと開けてみて、グデ玉ちょっとキーホルダー以外でちゃんとしたら見るの初めてかもしれないありがとうございます。おう、あ、ほう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 、うん、そんな、なんかと
こんなです。あ、見えるかな。でかいでかいでかい、ほんででかい。いただきます。あ、すごい美味しそう。食べてみて。あ、うまい、うまい、もう1個ちょうだい。うまい、一個ちょうだい。どうぞどうぞ。あ、いいですね。あ、本当に焼きそば、焼きそばやん。うん、うまいうまいうまい。卵のコクとウスターソースの香ばしい風味が特徴の肉玉焼きそば味をお楽しみください。確かに、うまいうまい、肉玉焼きそば味、確かに。これうまいですね。いけるいける。あ、これがビールが欲しくなるっていう感覚なんですかね。そう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 。ちょっと分かってきたかもしれない。でもあれは、うん、味はちょっと、味はさておき、何かを飲みたいような気はする、これを食べると。うんうん、いいじゃんいいじゃん。うん、そうで、まあ僕最近ですね、うん、ギター弾いてる時間と趣味の時間の合間に、なんか新しいゲームを やりたいなと思っていろいろ聞いてるんですけど、ちょんたさんおすすめのカンコレを始めようと思ったんですよ。始められないでしょ。ダメ、始められない。もう始められない。ログインができない。そもそもそれなんですよ。登録ができないの。そう、あのカンコレサイトを見て出撃準備みたいなの書いてあるんですよ、うんうん、あ、いけるじゃんと思って連打、入れない。そうなんだよ。すごい人気ですね。あれ今何でしたっけ、300万、320万ダウンロードしたってあったから。いや、実際やってる人って、はい、多分少ないと思うんだけど。そうなんですか。あ、アカウントが残ってるってことですよ。うん、あ、そう、あ、だからあれやってくれればいいんだけどね、整理。うん、半年以上ログインしてない人はなしにするとか。うん、それでもいいですけど。でもなんか話を聞いたところによると、イベントっていうのが定期的にあって、うんうん、なんかそれがあるたびに、まあなんかまた戻ってきたりする人もいるみたいで、いるいるいる。そう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 、なんか半年ぶりにとか1年ぶりにみたいな、うん、みたいなね。まあそれはもったいないですね。でもちょっと本当に動いてないアカウントは決して、そうそうそう、僕の入りたい入りたい、やるって言ってもいろいろ予習しているのに。そう、日本帝国海軍を勉強しないと。いや、もうそう、多分。でもでもこれカンコレ見てたら、うん、あ、なんかもうあんなめっちゃ真面目な内容なんですけど、うん、なんかそういうのもなんかすごい割とちょっとなんかスルスルって頭に入ってきそうな感じしますね。これ楽しく勉強できそう。本当に、なんかこれ一個一個女の子の間に歴史みたいのが、豆知識みたいのが、そういう言うというか、なんかいろいろ書かれるじゃないですか、うん、なんかそれ見たら勉強できそう、勉強できそうっていうか、なんか、あ、この子、この子っていうか、このキャラクターのこの戦艦はこんな歴史があるんだなみたいな、そういうのは全然勉強できそうだから割といいかもしれない。面白い面白い、うん、もう最近っていうかまだ始めてないですけど、見ててもう春菜ちゃんが可愛いんですよ。可愛い、可愛い。春菜か。春菜ちゃん可愛い。名前も女の子みたいな名前ですな。なんですか、混合型？混合型。混合型の二番艦じゃなかったっけ？二番艦なんですかね。なんか四人ぐらいいる？四人ですね。混合、比叡、霧島、春菜。全部覚えてる。全部覚えてる。だったと思う。とり。4人、確かに4人、あと買いにっていうのかな、これ合ってます、買いにですか、これ買いにっていうのがいる。あ、買いに、あのね、レベルアップしていったら、はい、あのパラメータが上がっていくのよ。あ、進化系みたいな感じですか。そう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 、あーはーはーはー。買いにっていうのは 2回目にバージョンアップしたタイプ。あ、なるほど、そういうことなのか。なんかもういろいろ見てると、ほんとに多いですね、種類が。今何ぐらいでしたっけ。確か230 230集めきれるかな。やるからにはちょっと全コンプしたいですね。だよね、やっぱりね、やりたい。
やるからにはね、ね、集めたい。誰かな。でもドロップとか建造とかでできるのは運なんで。運か。しかもなんかそれやるの絶対何か人なんですよ。なんていうんですか、材料的なものが。そうそうそう。材料的なものは、あ、違うな。何ですか、違う。自分で取りに行かんといけないんだ。取りに行く？あの、うん、なんかステージクリアで。イベントとか、うん、あとか、あの、なんだっけ、イベントとかクリアするともらえるたりとか。あーは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 ー。あと遠征っていうのがあって。遠征。それで取ってくると。あ、なんかなんか聞いたことあるな。なんか8時間とかぐらいあるみたいな。そう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 。いや、ね、8時間。やばいですね、本当に生活の中で朝起きてやって帰ってきた、あ、帰ってきたな、もう一回行かそうみたいな。そうそうそう、そんなレベルじゃないですか、遠征って。うん、すごいな。短いのはね30分とかで終わるんだけど。あ、そうなんですか。うん、あはは。長いのになると8時間とかじゃなくて16時間とかっていうのもあるから。16時間ってほぼほぼ次の日やんけ。あ、面白いな。でもそういうのいいですね。なんていうんですか、ずっと画面に張り付かなくても、なんていうんですか、ある程度ほっといても進むゲーム。そう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 。なんかむしろ今の現代に、本当に割と現代に合ったいいゲームかなとすごい思うんですよね。うん、気になってる。ブラウザーがだけあれば、あとは ID が取れるか取れないかだけ。本当にもう早く開いて早く開いて。あとなんか何でしたっけ、Android でもなんか、なんすか、アプリか何かでできるみたいな。そうそうそう。あのスマホ版が出たんだよ、Android 版。 iPhone 対応してないんですよね。対応してないんだな。ちょっと乗り換えを検討してますよ。やりてー。もうアカウント取ったらちょっとね、社会人だったら僕も Android に変えてカンコレをしようかなと。いや、アイディア取っとかないと。うん、本当とりあえず早く。本当そうですね。自分1ヶ月待ち。え、1ヶ月待ちだった。長い。ちょうどイベントが終わったぐらいに ID 取れて、イベントが終わったぐらい、イベント3ヶ月に1回かな、イベントがあるんだよ。ああ、なんかなんていうんですか、四季というかシーズンによって1回って感じですか。そうそうそう。じゃあ次夏イベかな、開くのは。夏イベ終わりました。いや、まだまだまだ。よしよし、じゃあ夏イベが終わったあたりに ID を取りに行こう。かな。誰ちゃんが、誰ちゃんというか、4人最初に選べるんですよね。6人で編成組めるかな。誰選ぼうかな。やばいな。あ、ちょっと誰選ぼうかなじゃなくて、はい、全部育てればいいじゃん。いや、もう それですけど欲しいな、これな。ジョンタさんのおすすめ誰でしたっけ。自分のおすすめはジンツーさんです。ジンツーさん、ジンツーさんは何ですか。水上弾とかとか、軽重洋艦、軽重洋艦のジンツーさん。そうそうそう、あ、そっかそっか、ヤマトなでしこ艦。そう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 、ジンツーさんか。かわいい。あ、その下の。あとは誰かな、おすすめ。なんか外国の艦も。そう、最近から出始めてる。おお。なんかもう外国の艦前出したらもうなんか230は効かないよ。本当にですよ。でもなんか見た感じはどこですかね。これイギリスか何かですか。イギリス、ドイツ出してたかな。でもこれ本当に外国のだけを出す、外国の前に出されたら、そしたらもうサーバーパンクするんじゃない。本当に。いや、これ集め、あ、しかもこれ限定とかあるんですね。そう、あるあるある。イベントの限定ですか。イベント限定。これあれじゃないですか、このなんていうんですか、予習して、あ、この子かわいいって言って始めたのに手に入らないという終わったイベントでしか手に入らないっていう。まあ、でもね、後からね対応してくれるはずだから。あ、そうなんですか。うん、ほう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 、これはいい、これはいい。イベントで手に入らなくても後から手に入る。
っていうのが多々あるらしい。なるほど。いやまあそれなら嬉しいですけど、始めたのにいきなり修羅の道を歩むことになる。そうそうそう。好きで始めたのに手に入らないという悲しさ。でもそれはあるのはいいですね。後からまたできるって。お、あ、あと何ですかこれ。青き鋼のアルペジオ。ああ、はい。とコラボしたのもあるんですね。いや、それはそれもゲームのはずなんだけど。あ、そうなんですか。霧の対戦、対戦環球。2013年なんか。アニメのとコラボしたんですね。うん、本当に幅広いな。面白い面白い。ハマるハマる。本当にこれハマったらもう抜け出せなさそうだな。積みゲーめっちゃ好きなんですよ。うん。やばい。これはハマるよ。もうなんか、まあ、全然ちょっと違う感じで、あの今僕もうなんかこういう感じのやこれ似たようなものやってるんですけど。うん、プラザゲスマホゲーなんですけど、うん、なんていうやつ。あ、今僕はあのクラッシュオブクランか。あ、あれか。今は街づくりゲーですね。あれと似たような感じ、まあ、似たようなというか、まあ、こういうジャンルが好きなんですよ。なんかアクション系とかよりもなんですか、育てていくゲー、うんうん、たまらん。育成ゲーム。そう、育成ゲー。僕の場合は今は街ですね、うんうん、これがもうカンコレに変わってしまったら廃人になってしまいそうだ。いいねいいね。なろうなろう。いやだ、俺は社会に出るんだ。いや、じゃあここでさ、はい、一曲流したい曲があるんだけど、はいはいはい、あのライアンスターっていう人が歌ってるブランニューデイっていう曲、はいはい、ちょっと流しますね。それではお聴きください。これね、あの、なんだっけ、なんすか、アメリカのドラマの主題歌。おお、何のドラマですか。ね、あれなんだっけ、Lie to Me っていう。あ、分かんないな。顔の人の顔の表情で嘘を暴くという。うん、っていうドラマがあるわけさ。でシーズン3までしかなくて。あ、そうなんですか。うん、短いわけよ、思ってる。あ、もうこれ いいですね。うん、ないかなと思ったらめっちゃ探してかなって。これだったらなんかこういう感じだったら、あの、うん、スーパーナチュラルのライブ最初の方にやってた、何でしたっけ、レッチリの曲かな。レッチリ、あれいいね、レッチリね。めっちゃなんかこういう感じ、確かこういう感じだったんですけども、それもすごいんですよ。曲名が思い出せないな、何だったかな。じゃあもう結構初期のスーパーナチュラルの曲ですね、うん、すごい。今日のエンディングは違うバージョンのダフトパンク曲か。あ、はい、はい、別版か。別版。転調した。良いなぁ。この曲知ってる人って少ないんじゃないかな。そうですね、僕も初めて聞きました。誰の曲ですか。ライアンスターっていう人。ライアンスター、名前もそれも初めて聞きましたね。ライアンスター、あのドラマ見て分かったから、うん、この曲欲しいと思った。こっちライアンスターか。うん、本当に名前聞かないなぁ。
はいはい。マイク入れるよ。はい。オッケー。はいはいはい。でお聞きいただいたのはライアンスターのブランニューデイでした。はい、ありがとうございます。これライトゥーミーっていうアメリカのドラマの主題歌になっている曲で。はいはいはい。何でしょう、嘘を。嘘で見抜いていく。そうそうそう。うん、結構ね見てみるとねハマってしまう。ダメですよ。あれはハマっちゃダメですよ。もう僕も一時期家族ぐるみで、うんうん、あの海外ドラマにハマってたんですけど、もうもう。あでもハマるこれしかハマってないんだよ。あそうなんですか。他はハマってない見てないみたいな。そうなんですか。見たいなと思ってるのがなんだっけ、ボーンだっけ。あボーン、あー骨は知っている。そう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 。あれか。ボーンは見てみたいなと思ってるんだけど。ボーン、まあ、なんか王道ですけど、あれはどうですか、あのプリズンブレイク。あプリズンブレイクもね、もう家族でハマっちゃったんですよ、プリズンブレイク。ハマったんだ。ハマりました。ハマりました。毎日見てました。毎日か。本当に。頼む借りてきて、あ、オッケーオッケー。俺借りてくるわ、オッケーオッケーみたいな。たまに同時に同じもの借りてくるみたいなものがあって、本当に大ハマりしてましたね。あとは24はハマりそうで惜しかった。24ね、みんながハマったからもう見なくなった。ああそうなんですか。ああ、あれですか、みんなに人気が出るとあんまり見なくなっちゃうタイプですか、ちょっとさ。そう、わかります。なんか俺だけが知ってるみたいな、ちょっとその特別感。そうそうそう、かな。曲もそうなんだけど、はい、音楽も売れてくると聴かなくなる。あどうなんでしょうね。まあそれはまあ分かるんですけど、かっこよく変化していくなら僕はちょっと聴き続けちゃうタイプなんですよ。まあ別に他人が知ったから別にそういう感じですけど、でもあれですよ、僕だけが知ってる特別感っていうのは割とあるかもしれないです。それでなんか聴き始めるバンドも多いような気もしますね。なんかあんまりなんですか、いろいろ探してみて、なんか再生数とか聞かれてる数全然少ないじゃんけどめっちゃいいってなったら、まあいろんなとこでこれいいこれいいって言ってみんな聞き始めた頃に、あそういえば聞いてた、飽きたな、なんか聞かなくなっちゃったなってたまーにたまーにですけど、たまーにですけどあったりするので、ハマり続けてるバンドは結構少ない気がするな。エンヤっているじゃん。はいはい。あの人が売れる前、はい、売れる 2,3 年前にも知ってたわけさ。あ、そうなんですか。ほう。で売れてから聞かなくなったんだけど。売れてからでも全然いい曲も書いてると思いますけど。そうそうそう、あるんだけどね。うん、一応ほとんど思ってるんだけど。ああ。でも一回聞かなくなるとなんかまた聞くのにエネルギーというか、なんつうのかタイミングがいりますよね。ああ、それある。なんかまた改めて検索しなくても、まあすぐえって言ったらエンヤすぐ出て検索ワード出てくるし、いいかなみたいな、次でいいかなみたいな。流れていく感じがすごくあるので、だから曲全部ランダムでかけてるわけさ。はいはい。聞くとき。はい。だから聞かない、ん？なんていうのかな。ああ。ランダムでかけてるんで聞かない曲とかもかかったりとかするの。うん、まあそれはいいですね。僕もなんか iPhone もウォークマンも結構ランダム再生するけど。たまに全くすごい懐かしい曲流れてくると、あ、そう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 、このバンドあったなって言ってまたそのバンド聴き始めたりしますよね。そういうのいいなあ。どうも流したい曲があるって言ってたのに忘れてたや。まあいいか、来週 BGM で、うん、そうずっと言ってるポリフィアというバンドをすごい聴いてほしいんですよね。インストなんですけど、うんうん、すごいかっこいいバンドなので、多分でもこれも最近すごい売れてるんですよ。売れてるというか、 YouTube でも再生回数がもう増えてる。100、1000、ミリオンって1000でしたっけ、うん、1000超えてて、もうすごい大人気バンドになってますね。そうなんだ。そうです、みんなイケメンなんですよ。みんなイケメン、金持ち、超絶テクニカルなんですよ。すごい。金持ちのところはいいな本当にすごいです。あの機材がとんでもないんですよ。1個で50万するような機材を2台持ってるんですよ、うんうん、もうすごい。ギターも何本も何本も持ってるし、
最近またツアーというか、まあ、あのアメリカのテキサスのバンドなんですけど、うん、そのバンドがもうツアーするって言って一応ライブ映像を見てるとしょっちゅうしょっちゅうギター変えてるんですよ。すごい。しかも20、30するようなギターをもう、うん、お金誰だっけな、誰ですか、ライブごとにギター壊してるやつがいたけどな。いやもう昔のバンドだったらもう山ほどいるじゃないですか、あの壊すやつ。イングウェイも壊してるじゃないですか、しょっちゅ う, そ う, そ う, そう燃やしたり壊したり。あとジミヘンとか、そうだね、ジミヘンもだし、何でしたっけ、リッチ・ブラックマンはもうしょっちゅう壊す。楽器は大切にしろよお前らって。本当に面白い、面白い。うん、なんか昔のパンクロ、パンクでもないか、ああいうぶっ飛んだアーティストよく機材壊すんですけど、なんかもうアンプとかもね、蹴っ飛ばしてるよね。本当に機材大切にしろよ。あの何でしたっけ、バッハの言葉、ね、機材、うん、音楽じゃないやん、楽器を大切にしない音楽家はクソっていう名言が残ってるんですけど。でもな、実際すごいオーティスト多いじゃないですか、うん、なんじゃろうなみたいな。いやでもまあ僕は大切にする派ですけど。最近でも壊す人って少なくなってよ。そうですね、昔はいっぱいいたけど、あまり、なんですかね、あまり受けなくなったのかというか、壊すようなパフォーマンスをするバンドが露出しなくなったんじゃないですかね、うんうんうん、壊すバンドは多分一定数いるとは思うんですけど、確かにあまり見なくなりましたね、うん、なんかこのバンドはギター壊すパフォーマンスがみたいなバンドは最近は全く見なくなったような気がする。最近はというかもう、まあ、僕が生まれ別に昔を知ってるわけじゃないんですけど、うん、いないですね本当に、少なくなったよね、うん、昔はよく聞いたけど。何ですかね、でも壊す用のギターだったらまあ、でもまあ、なんかな、モヤモヤしますねはい、はい、ピックはよく投げてるじゃん。はい、ピック、ピック、あ、そうです、あれはもう消耗品ですからね、うん、もう僕も山のようにピック買っては山のようにボロボロになっていきますから。本当に、あとピック持ってるギタリストベーシストあるあるで妖怪ピック隠しっていうのがあるんですよ。すぐあのちっちゃいじゃないですか。どうした、練習終わりって言って帰ってくるともうピックはないみたいな、あるあるですぐピックがなくなる。なのでもう最近は30枚ぐらいまとめて、ネットの偉大さですね、うん、楽。あ、そっか、ネットで買うのか。そうですね、なかなか楽器屋さん潰れていくんだ。いやでもちょっとピックはまあ許してくれないから、楽器は楽器店で買うんです、楽器は楽器店で買うんですよ、うん、あのネットで買うとやっぱりどうしても触れないじゃないですか、うん、それが怖いので楽器は楽器店で決めてるんですけど、消耗品は許してくれ消耗品は許して大量まとめ買いができるのが嬉しいんですよね。ネット偉大だな。ネットは偉大。あ、でもちょっとそろそろ地元の楽器屋に貢献していかないといけないかな。え、地元どこ？地元はまあ浦添ですけど、まあ沖縄の楽器屋に貢献していこうかな。もう4店舗ぐらいしか。まあメジャーどころは4店舗なんですかね。それぐらいだね。宝楽器、宝レコードに、福原に照屋。うん。もうどっちも沖縄と那覇にしかないのでどちらかに行かないといけないんですけど。なので北部の人はどこで楽器を買ってるのかとても不思議ですね。ないね。ないですよね。ないね、楽器店。なんか楽器店もないし、なんかそういうリサイクルショップにたまにあるじゃないですか、楽器店、うんうん、楽器は。ああいうのもなんか聞いたことがないんで。そういえばないな。ないんですよ。那覇まで買いに来るんじゃないの。そこまで行くんですかね。大変だな、北部の名音声とか特に。うん、か、気軽に楽器店行こうぜってのは行けないんだ大変だな。また新しい楽器が欲しくなってきて何ギター。いや
ラックっていうラックシステムっていうあの、うんうん、なんていうんですかね、結構あのプロが使ってるでかい箱みたいなのあるじゃないですか、うん、あれあれが欲しくて貯めてるんですけど、あの FX、うんうん、FXAXE っていうのがあるんですけど、あ AXE の FX2 だ、もう素晴らしいんですよ。まあお高いんですけどね、うん、なるほどな。足元とその箱本体で50ぐらいします、うん、高っ。車買うのと同じじゃん。いや本当に車買った方がいいんじゃないかなと思うんですけど、でも、いやでもちょっとさ、もうなんかそんなじゃないですか。集めてる合計金額で言ったらまあまあもういい勝負どころか超えてるんじゃないですか、余裕で。多分ね、超えてますよね絶対。集めてるし、うん、いや僕は収集癖ではないので。収集癖だな。収集癖はもう再現がないじゃないですか。ないない。なんか何か好きだから集めようと、プラス集めたいから集めるみたいなのあるじゃないですか、うんうん、もうちょっともうそうなったらお金がいくらあっても足りない。とな、もう社会人になったら急激にお金を使う時間もなくてお金が増えるというので、さっさと社会人にならないと。ローン組みたいですからね。いや高くしちゃってる。どうしても梅雨は明けたというのに雨が降るから。だからね、でもまあ毎年ですよね、梅雨明けたって言って1週間ぐらいしたらとんでもなく大雨が降るみたいな。そうそうそう、でも涼しくなるからいいんだけどね。そうですね、本当に本当にもう夜がきつい。最近ガンガンクーラーかけてるんですけど、うん、暑くてクーラーをかけるけど、クーラーかけると喉が痛くなるっていう悪循環。ほんとね、どうしようかなーと悩みどころ。なんかいい案ないですかね。マスクってどうなんですかね。マスクをして寝る、聞きますか、ね、息苦しくない、きついですかね。きついと思う。あーきついか。なんかいい方法がないものかな。エイミン。え、エイミン。すごい、大体何もかも解決する。やった。多分それはダメ、それはダメ。それ以外でいきましょう。それ以外で。そうだよ、それやったらもう終わるんで。あ、ということで、はい、そろそろ時間が来ました。はいはいはい、あと1分ほどです。なかなかですよ。あー、うん、もうまあ2人でもまあ全然喋れますね。喋れる。一人よりお二人。あ、本当にそれ。本当にそれ。本当にそれ。助かる。いやいやいや。助かるわ。でもみんな来てよ。みんな来てよ。じゃあ最後にメアド読んで。忙しいからな。本当に。最後メアド読んできますね。はい。いや。大丈夫です？うん。ということで、じゃあ最後にお別れしましょうか。はい。それではせーの。チャオ。またねー。うまし。腕玉かわいいな。あ、ペンタトニックスじゃないですか。今日は違うバージョン。これよくないですか。これはめっちゃ好きなんですよ。10秒。こういうのやりたい。かっこいい。これの PV もまたかっこいいですよね。見ました、これの PV。 かっこいい。みんな青いからこれ入れてるやつ。